99番線会議場の南相談とつまちゃんのアボですけど。あ、もしもし。もしもし。もし、すいません。はい。さっき、一番最初にかけてしまってすいませんでした。空気も言わずに。ちゃんと謝れるやつは全然いいやつだと思うから、すいません。気にしないで。はい、ちょっと玄ちゃんのことがショックすぎて、すぐかけてしまったんですよ。ごめんなさい。なるほどな、そういう理由だったらしょうがないよな。すいません。ってなるか、バカ！はい。そうならないだろう。そういう理由だからしょうがないってなんないだろう。ガチ恋なの？いや、前回ガチ恋突の時に玄ちゃんの飲み物をあげてて、で、なんか分からない、おめでとうと思うんですけど、なんか、すごい今自分のリアルの方もあんまうまくいってなかったんですよ。うまくいってないからこそ、こう、玄ちゃんの配信をよりどころにしてて、で、前回のとつまちの時に、なおぼうさんに、玄ちゃんはリスナーに手を出してないから、好きみたいな言い方をしたんですよ。でも、なおぼうさんに、いや、絶対出してるよ、みたいな。言われて、結果、そういう形の彼女やったっていうのもショックすぎて、まあだから俺の言う通りだったってこと？そうですね、なんかおめでとうと思うんですけど、なんか分かんないけど悲しくて、なんかこれって別に、玄ちゃんに別れてほしいとか思うべきじゃないのは分かってるんですけど、なんかこれから今までみたいな気持ちで配信見れないんやろうなと思うと寂しくて。なるほどね。はい。なんかそんなに好きだったの？なんか、なんか玄ちゃんはなんて言ったらいいの、こう、なんかいい例えが思い浮かばないんですけど、なんかこう、じゃ実は彼女がいたんやみたいな、あ、そうなんやみたいな、こう、悲しかったのかな、なんかわからないんですけど、なんか、でもショックで、悲しくて、でも別に玄ちゃんのアンチになるとかはしたくないし、するつもりもないけど、どこにこの気持ちを持っていけばいいのかっていうのがわからなくて。どこに持っていくか。はい。玄ちゃんのどういうとこが好きだったの？いやもうなんかこう、生活の一部やったんですよ。こう、仕事で嫌なことがあったり、こうリアルでうまくいかないことがあっても、こう玄ちゃんの配信を見て、玄ちゃんがこう、なんだろう、女ネタとかもふざけて言ってても、まあこういうノリだよねって思って楽しんでた。し、なんやろ、言い方悪いけど、こう、非リア充の味方じゃないけど。まあそうだよね。俺もそこは裏切られたから。あの顔に騙されたみたいなところあるよね。そう、しかもなんか同棲してたみたいな。でも同棲も短かったんじゃないの？したばっかなんじゃないの？いや、なんか時期ははっきり明かしてなくて、もう辛くて、途中から配信聞くのやめたんですけど、まあでも、そのあんまり彼女のことは話したくないって言いつつ、やっぱちょっとのろっけというか、やっぱりこう、彼女の話を、してる時の玄ちゃんが楽しそうで、なんか遠くに行っちゃったんやなって。見てるの辛くなっちゃったんだ。はい。いや、本気だね。ちょっともう泣きそうじゃん。てか泣いてる？いや、泣いてないです。泣いてんじゃん。泣きたい時に泣きなよ。はい。もういいんだよ、泣いちゃって。もう泣いてすっきりしてね、新しい推しを探した方がいいよ。はい。そう、配信者って一度推してもその人がいなくなったとしても代わりなんていくらでもいるんだからね。もうそういう風にもう考え方切り替えないと。お前の代わりなんていくらでもいるからっつってね、はい、それで見てんの辛かったらね。はい。そう、いっぱいチャンネルあんだからさ、ツイキャスもそうだし、タサイトもそうだし。はい。うん。そんでおすすめが、まあ、ミート言語よりはちょっと太ってないんだけど、ちょっと小太りで、まあ、手足短くて、ちょっとミート言語よりイケてる、はい、まあ、そこそこの人気配信者がいるんだけど、その人の推しになったりとかどう？これとかですか？違う、これさん、ちょっと身長高くて、なんか手足しっかりあるじゃん。人間っぽい形してるじゃん。のりちゃん？いや、のりちゃんも結構身長でかくて、まあ、ちょっと人間離れしてるけど。わかった、着物？やだ。いや、着物くんはまあガマガエルみたいな顔してるけど、ちょっとイケて、ちょっと全員イケてねえじゃん。ちょっとイケてるさ、なんかねえ、そこそこ、いや、やすしくん、まあやすしくんはまあ知名度あるけどね、
でもあそこほどガチ恋マウント結構ひどいところないからね。まあ確かにそうですよね。そう。でもちょいなんかあのツイキャスのおすすめ欄で、まあ、深夜帯とかになんか、ああこの名前よく見るわみたいな人いるっしょ。アットくん？え？あの俺の名前出せ！お前俺だろうどう考えたって。え？いい加減にしろお前。いやちょっと源ちゃんの枠でのノリがちょっとまだ出てしまってすいません。ほらほらまた思い出しちゃった。ミートゲンゴロウ、はい、ミートゲンゴロウの笑顔とミートゲンゴロウのツッコミ思い出しちゃった、はい、お前そんな過去はもう捨てるって、はい、そんな過去捨てろ。また思い出しちゃったじゃん自分で。また自爆しちゃった。はい、俺がさ忘れさせてあげようと思ったのにさ、そうやってまた引っ張ってくんだもん。そんな男忘れろよ。はい、ミートゲンゴロウとの一番の思い出語ってくんね。ゲちゃんに突して、うん、なんか仕事が辛いみたいな突した時に、うん、でなんか俺の配信に来れば元気にさせるみたいな、うん、まあ、向こうもふざけてたんですけど、うん、そういう言い方をしてくれて、うん、それを真に受けてすごい元気もらってたんですけど、うん、明日からはもうその元気をもらえないなって。辛いな、はい、辛いな。いや俺も悲しいもん。なんか、うん、そうなんか自分に近い存在やったから悲しいとかじゃなくて、なんか、うん、こうアイドルが結婚した時みたいな気持ち分かりますか？なんかこうアイドル、はい、なんかこう別に自分に手が届く人じゃないけど、うん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 、こうなんかね、あの嵐の二宮さんが結婚した時みたいな、はい、分からないですか？なんかこう、なんかた、うん、まあ言いたいことは分からんでもないんだけどさ、うん、はい、なんか、うん、なんかそうなんだ。ニノが結婚した時にこうちょっと、うん、別にファンとかじゃなくてもちょっと寂しい気持ちって、うん、待ってやめて、ごめん、ひどすぎる。あーごめん、これこの人だよね、アイドルのミートゲンゴロウさんって、はい、ミートゲンゴロウさんってこれっすか？悲しい、はい、こうなんか今のこの写真なんかごめんねっつってついうっかり付き合っちゃったっつって、いやなんかペロペロパオーンじゃん、もうペロペロパオーンだっけ。あおうペロペロペロ、あ逆か。あおうペロペロペロって名前呼んでくれるんです。うん、もう呼んでくれないかもね君の名前は。そう、しかも、うん、源ちゃんがそのなんか彼女の名前みたいなんで言ってた名前が私の名前と一緒なんですよ。マユなんですよ、私も。マユちゃんっていうの？彼女も、はい、彼女もマユちゃんだったの？いやなんかこう彼女的な存在を呼ぶ時の仮の名前がマユちゃんやったんですよ。まあこう釣り配信で使う名前もマユちゃんやったんで、ちょっとそこは複雑やったんですけど。え待って待って、じゃあ釣り配信で使う名前がマユちゃんだったけども実際付き合った女の子マユちゃんなの？まあこう彼女的な存在でいつもマユって呼んで誰もいないっていうのが一連の流れやったんですけど、今日、うん、そのマユみたいな流れをした時に女の子の声がして、うん、えみたいな、みんなラボさんがさっき言ってたみたいに、うん、こう音声やろみたいな、うん、何流してんだよみたいなノリやったんですけど、うん、まあ本気やったみたいな、うん、音源じゃなかったの？はい、マユちゃんなんだ。はい、でもよかったじゃん。じゃあもうめっちゃプラスに考えたら、もうミートゲンゴロウが彼女いることを忘れればいいんだよ。そしたら毎回マユつって、マユのことめっちゃ好きだよつって自分が言われてるみたいに錯覚できるじゃん。もうなんか違うんで、やっぱゲンちゃんにはこう、うん、守るべき女性ができたって思う。だからもう本当になんかこう自分がその位置になれるとは別に思ってなかったけど、うん、もうなんかニコ生の会員も抜けようと思ってるし。は？なんで？なんかもうこれから楽しくゲンちゃんの配信を見れないし、楽しく見え、それは困るなぁ。いやもうそれは困るなぁ。会員抜けられるの困るなぁ。いや本当にでもバカにしてるとかじゃなくて、うんうん、ゲンちゃんの全部が支えやったんですよ、うん、私にとっては。まあね、うん、ゲンちゃんも辛い中頑張ってるし、うん、自分も頑張ろうみたいな、うん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 、やったんですけど、まあ蓋を開ければリスナーの彼女がいたっていう、うん、まあ仕方ないし悪いことじゃないと思うんですけど、まあまあそうだよね。なんか
旗から見たら女関係で砂降りるってめっちゃ甘いって私やったら多分思ってたんですよ、今までやったら。例えばな、うん、坊さんがこう過去にいた女性のカップを見てそれが嫌でリスナー降りるとか、うん、いやたくさんいたと思うよ、みたいな、うん、いやでもたくさんいる、やっぱりね、彼女できるとかは結構もう見なくなる人多いから、はい、そう、君別に間違ってはいない、間違ってないっていうか、あの、まあ、普通だと思う、はい、割りがし結構一般的だと思う。ショックだよね、好きだったらね、なんかショック、なんかこうね、夢が壊れっていうか、なんかもうディズニーランドやったんですよ、うん、私にとってケンちゃんとも夢の国みたいな、はい、え、なんか分からない、この例え分からないですかね、いや、ま、こうディズニーランドに行ったら嫌なことも忘れられるし、外の世界って見えないじゃないですか、うん、え、ちょっと待って待って、え、俺がディズニーランド、え、本当にそうやったんですよ、もうバカにしないでください違う、まあ、本当になんかこう外の世界は見えなくて、うん、そこに行くと楽しい気持ちになれる、うん、私にとってディズニーランドやったんですよ。俺がディズニーランドだってもうディズニーミッキーみたいじゃないですか、可愛いしそうなんだ。でもなんかそこのディズニーランドに急に嫌な、ね、自分の上司とかが来て怒られるたら嫌じゃないですか、現実を見せられるみたいな、もうそういう気持ちですね、もう なるほどね、はい、前からなんか、うん、な、別にお茶枠とか今まで投げた分とか全然後悔してないんですけど、うん、でもそれはね、楽しました分はね、でも今後はもう投げないし買い物抜けますよっていう気持ちになるのは別におかしいことじゃないししょうがないと思うけど、もうだから本当に好きやったんですよ、源ちゃんのことが、なんか、ま、うん、罰恋なのかわからないんですけど、でも好きやったんですよ、ミート源五郎っていう人間が。ガチ恋だろ、どう考えたって。いや、いやなんかこうラブじゃなくライク、もう生活の一部やだったから。いや、あのライクな人の考えは、いや、まあ、彼女できたのはいいけど、ちゃんと今までと同じように楽しい放送しろよっていうのがライクの考えね。はい、泣かないから。泣かないし、ショックってなんないの、分からないんですよね、自分でも、なんでこんな心にぽっかり穴が開いたのか。いや、だからそれがね、こいつもんなんだよえ、つらい、うん、そしてあのこっちのまゆちゃんは失恋しちゃったので、向こうのまゆちゃんはリア充になっただけえ、やめてください、なんかそれ以上言われたら私アンチになりそう、ダメダメ、叩いちゃいそう、なんかダメです、やめてください多分私一周回ってゲンちゃんのすれ立てちゃうからダメです、やめてすれ立てちゃうの、もう立ってるから立ってる、いやもうなんか大荒れしてるらしいからねあ、そうなんですか、見てないけど、そうらしいよ、なんか それぐらいやっぱり本当になんかガチ恋とか、はい、好きだって、はい、めっちゃ好きっていう人たちがたくさんいたんだろうね、うん、なんかすごい同志みたいな気持ちです、もうその人たちが。でもダメですよね、そこに参戦したらアンチになっちゃうから、うん、別にゲンちゃんのこと嫌いになったわけじゃないから、うん、アンチにはなりたくないからやめてください、もうじゃあ分かったよ、うん、じゃあまあこれからどうしていくの、え、なんかそれがもう自分でもどうしたらいいかわからないから、とりあえずこのぽっかり開いたこの辛い気持ちがどうしていいかわからなくて、うん、なんかいきなり電話かけちゃいました、ごめんなさい、なるほどね、まあ、はい、まあでも時間が解決すると思うんだよね、結構ね長くかかるかもしれないけども、はい、そう、まあ源ちゃんの放送見てると辛くなるじゃん、はい、そうだから、あの見たいなっていう時間とかになんか別の配信を見たりすると、はい、ちょっとなんか気持ち晴れたりとか、あと他に好きなことないの、そのなんか源ちゃんの放送以外になんか別になんかダーツとかでもいいし、そう居酒屋行くとか、なんか趣味とかないの？え、もうなくて、なくてもう人生のすべてがミートゲンゴロだったの。なんか好きな人とうまくいってない時にゲンちゃんを見つけて、うん、あの自分の穴を埋めてくれるのはゲンちゃんだって思って、うん、それで実際埋めてくれたから、あ、なるほどね。なんか他の配信者と違ってこう、うん、女ネタをうまく使ってるっていうか、女ネタをうまく使って、うん、彼女いるよ、なんか女食ってるよみたいなノリも一個のネタみたいになってて、うん、みんな嘘って分かってるから面白がれてたみたいな女食ってるよゲーみたいのがあったんだ。あ、そうです、うん、そう、でも、うん、実際食ってたんだみたいな
そりゃ男だよ。いやでもなんか源ちゃんは違うって思ってたんですよ私は、うん、いやでも それ虫がいいよねえ。もう勝手にさ好きになってショックって泣いてんのって、だって自分でもでも、うん、でも源ちゃんは私になんか、うん、あガチ恋さんだからねみたいな言い方もしてくれてたし、うんうんうん、なんか俺あなんか源ちゃん私のことを抱いてみたいなコメントした時に、うん、あもちろんみたいなそういうノリもあったんです。だからそういうネタをしてたくせに、うん、なんか彼女いたいやみたいな。いるだろ。もうなんか寂しい。寂しいの。寂しい。寂しい。まあでもこればっかりは本当に時間が解決するしかないんだよね。うん、本当にそう時間が解決するしかないよこれ。時間が解決してくれる。うん、でもいい男か。そうなんか中身とかじゃなくてねえ。え、もう見た目も中身も全部が好き、うん、アイドルでした私の。マジか。はい。あ、そっか。あ、でも多分しばらくは時間を置くのがいいですよね。源、うん、ちゃんを視界に入れずに。そうだね。でもまあ悪いことしたわけじゃないからね。うん、分かってるんですよそれは。うん、でも発表するだけめっちゃいいやつだよね。私は発表してほしくなかった。夢は夢のままで置いといてほしかった。でも逆にさ、じゃあなんかつい最近付き合ったって言ってるけどね、明日なんかいろいろバレちゃって、はい、ね、実はね3年前からお付き合いしてたとかだったらどう思うの？ムカつかない？そっちの方が。うん、なんかそれもムカつくけど、うん、なんやろ、ムカつくっていう言葉で合ってないけど、うん、寂しいだけやから別に悪いことしたと思ってないし、現状まあね、うん、だからあの大前提として勝手な私のこの気持ちっていうのは分かってるんですよ。うん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 、でもさ、でもそれ今後さ、はい、あの彼女のこととか、ね、はい、一切関係なくいつも通りの放送が続いたら別によくない、うん、まあ、それだったら全然見れるじゃない。そうなんですよ、なんか配信に彼女の色を出してほしくないんですけど、やっぱりそれってどうしても源ちゃんが出さないようにしてても感じてしまう部分ってあるから。あ、まあ言っちゃったことによってね、うん、はい、まあ、でもそれって源ちゃんが悪いわけじゃないし、うん、まあしょうがないよ。でもなんか本当に、まあ、ガチ恋の前になんか一リスナーだったらそれでも応援するみたいな、うん、それができない時点で多分ちょっと弱いよ。うん、なんかもう今いるかいないか分かんないけどね、俺がなんか彼女できましたって発表した時ね、はい、その時に一人のガチ恋がね、一言残していなくなったんだよ、はい、あ、幸せはずっと続かないですよねだっけ、はい、違うんですかいやでもいやマジで本当に なんだっけな、はい、なんだっけな、なんかね一言残したんだよ。大切なところ忘れちゃったけど、うん、はい、そう、永遠なんてないかな。そう、あー、なんか、あ、永遠なんてないっつって最後言って消えたんだよ。でも帰ってきてないんですかその方。いや、今見てるかどうか分かんないけど、うん、コメントにはいないけど見てるかもしんない、ね、でもマジでそいつが一番正しかったっていう。あ、永遠なかった。永遠ないっす。あ、じゃあだから結婚するまで諦めちゃダメだから。あ、わかりました。そう、わかりました。だからもうちょっとこっち向こうもキャラ変したわけじゃん、彼女いるっていうキャラに変へあのチェンジしたわけじゃん。はい、そう、だからこっちもキャラ変してもっと強く言ってもいいんじゃない。そう、お前がそういうキャラ変するんだったら私もキャラ変するねっつって、そう、今まで以上にちょっと強い言葉を使ったりとかすればなんか楽しめんじゃない。ああ、うん、まあでも多分私今の私は多分弱いから源ちゃんの放送見れないんで楽しく、はあ、見ろよ。いや、なんかこれ以上見てたらなんか悪い方向に気持ちがいっちゃうと思うから、その前に自分でストッパーかけて自衛、うん、しないと。ちょっと一つコメント読みます。今日は特に配信聞いた後めちゃくちゃセックスするんだろうな源ちゃんっていうコメントありますけど、どう思いますか？いや、もうなんか私は悲しく寝るってしか思わない。もう私は一人で寂しく寝ます。もうはい、もうなんか、ネタむつもりもないから、うん、そこにマイナスなこと言いたくないけど、源、うん、ちゃんのことをこうよりどころにしてた私は一人で寂しく寝ますとしか言えないです。なるほどね。いや、お前、はい、もういい女だよ、まゆちゃん。いい女だよ、本当に。ねえ、いい人いるよ、うん、他にも。いや、うん、でも多分しばらくは引きずるんで、うん、すいません、多分これを言って、うん、すっきりしたかった部分もあるんで。うん、オッケー。
はい。うすいません、ん。じゃ長々お時間。また不満たまったら全然ね、はい。ミートゲンゴロウネタ放り投げていいからね。はい。別れた時にパーティーします。じゃあその時は一緒に乾杯しよぜひお願いしう。ます。じゃあはい。ね。はい。はい。ありがとうございます。